エピダウロスは、ダルマチアにあった古代イギリシアの植民地で、紀元前6世紀頃に建設されたとされる。町は、ローマ帝国支配時の紀元前228年に、エピダウリウムに名称が変わった。ユリウスカエサルとポンペイウスのローマ内戦時、小オクタウヤの軍によって包囲されたが、到着した、死政官、プブリウス・バキニウスにより守られた。7世紀。 アバールやスラブ人によって都市は破壊された。エピダウロスからの難民は、現代のドゥブロブニクに含まれるラウスに逃れている。中世、サブタット、またはラグーサベッキーアと呼ばれる町が、同じ地域に建設された。アウグストスキ政治の執政官ピー・コーネギウス・ドラベッタの墓とイルリクムの行政官の、ローマの碑文が遺跡の中から発見され、水路の跡なども残されている。 イリュリア人たちはザプタルと呼んでいた。エピダウロスはギリシャの世界遺産エピダウロスやラコニア県のエピダブロス、リミラ州などにその名が見られる。ありがとうございます。